室だったんで、そう、密室、うん、本当ですか、でも一人きりの密室何も起こらないはずもなくよかった。こうインコさ引きたくないんだよな、こういう時ね。よし、行くぜ行くぜ、レッツゴーレッツゴーってことで、今日はですね、VTuber、V ライバーの方々とか、あとはいつもね、よく遊んでる方とかとの、まあ、初心者に優しいアマンガスということで、やっていこうと思います。コメントもね、初心者に優しくいきましょうね。初心者をね、歓迎していかないと界隈がされるっていうのは、人狼界隈は特にね、それを繰り返してきたので、歓迎しておきましょう。オレンジ、黄色。ちょっとノイズというか、生活音みたいなのがちょっとね、入っちゃうかもしれないですね。ごめんなさい、ちょっとなんかバグってて、配信ツールが。ピッ。ポッピッ。ピッポッ。ホイソスの力見せるぜ。小学校受験の時にね、これやりました。あの幼稚舎ですね。慶応幼稚舎なので、これ、ね、入試問題ですね。いや、難しすぎる。おお、早い。早いね。さすが、ホイソスといったところか。色。今日はね、緑でお送りしてます。バネキですね。赤バネさん。赤バネさんなんで。おー、すごい、平和だ。どうしましたか？平和、平和、平和、素晴らしい。誰も死んでない。アドミンとかでなんか人数結構すれ違ったんで大丈夫かなと思って押しました。なんで押したんですか？いや、今言ったやん。今言ったやん。いや、なんか結構僕リアクターをね、赤羽さんと一緒に直しに行って、うん、でその後ロワー通って行ったんですけど、途中なんか、うんうん、ほとんどの人にすれ違って大丈夫だなと思ってそのまま押しました。お姉ちゃんだけ右側に一人残ってた、誰もらんかったから。それは O2 にいたっぽいですね、多分。そう、誰も、そう、 O2 でやってた、誰もらんかったから一人でそう、トントンとタスクしてた。あ、なるほどな、会議時間。つまりお姉ちゃんがとても白いということ、もしくはお姉ちゃんがインポスターだったけど誰もいなかったゆえに殺さなかったという、どっちとも言えるね。どっちだよ。それは右エリアで獲物を探していたっていうふうに捉えて大丈夫でしょうか？捉えてもいいみたいな。カフェテリア閉まってたからな、右エリア。ああ、そうです。アパエンジンで横先輩と二人っきりでした。そう、閉められて、うんうん、あ、そうだ、ね、そうだ、ね、そうから横先輩とずっと一緒にいましたね。例えば僕、うん、メッドベイで赤羽さんと結構一緒にいたんですけど殺されなかったんで、うん、なんか、うん、そのアッパーエンジンのことも加えると赤羽さん結構面白いかなって。インポスターっぽくないかな。確かに結構面白いかなって私も思いました。密室だったんで、そう、密室、本当ですか？ミス、何も起こらないはずもなく。何も起きなかったのか。そうか、何か起こってほしかったの。リアクターは、リアクターは阿部くんと黒川クロム君がすぐに来ていたので、この二人は白いかなと思いました。結構早かったね。ありがとうございます。結構、ほぼほぼ全員来たような気もしまった。ほぼそうですね。めちゃくちゃカラフルな感じで集まって、めちゃめちゃカラフル。じゃあ、スキップをしましょう。まあまあ、スキップで。ありがとうございます。じゃあですね、スピーカーミートの方をしていただければと。はーい。あれ？あ、あくん？あ、クラムさんダメっすよ。なんでバレたの？いや、あくんだよ。ミュートお願いします。よいしょ。しっかり締めていく。よくわかった。我が輩が被ってるからってことか。我が輩推理だな。一人称我が輩。ラインあるからな。ライン切りだな。やべえ、ちょ、緊張で喉が乾きすぎてやばい。ああ、吐きそう。めっちゃ。ああ。めちゃくちゃ緊張するわ。黒。黒、黄色。やばい、間に合うか。めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃおる。2、2、4、6、7、8、9、全員いるね。だっ
ったらメッドウェイから行くか。いいよ。血液が当たらないしたかったね。オレンジ茶色、茶色、よいしょ。そうね、ない場所もないな。なに？さあ、せいやさんが、おえ、オラフ君の人だ。ほんとだ。はい、死体を見つけました。先端くんの死体を、アドミンの出口、出口っていうかもう通路、ストレージから、ストレージ閉まってて、で、ストレージ開いた、上がってこって思ったら、そこの目の前に死体があったんで、もう完全に通路。なるほど。なるほど。なるほど。ちなみに、もう一人死ん、アスナダメです。もう一人死んで、ね、オラフさんが。君が発見しました。見てないな、全然見てないな、どこだろう。これ最後に見たのは多分リアクターの黒川クロムが頑張るしかないんじゃないかと。あ、いたいたいた、でもそこから最近かも、ね、そうだと思います。はい、砂ダメです。リアクターに来てない人って誰ですかね。はい、阿部行ってないです。阿部レイジさん、こちら。早い早い、焦燥焦燥、時期焦燥行ってないだけで多分2人ぐらいいなかったと思います。1人ぐらいはいらっしゃいました。ロア、はい、リアクターすぐ閉じ込められてロアから下ってって、ね、うん、で、ほんで、アクトンと一緒にストレージの方来て、アクトンは右の方に流れてったのよ、ストレージの方に。ほんで、ドア開いた瞬間上がってっていたから、多分リアクターの前だと思う。リアクターの後に、このリアクターの前、リアクターの後前、じゃあ、昨日初手右行った人とか、お姉ちゃんになってくる。お姉ちゃんが一人だね。アドミンに最後に残ってたのも雪見お姉ちゃんだよね、リアクターになった時に。え、リアクターになった時にアドミンに最後残ってたのは、ストレージでアックンと一緒に行ったけど、でもその時センタンとか誰もいなかったと思う。ダウンロードしてから行ったけど。あれ、オラフ君が最後リアクターなんでしたっけ。本当に最後に見たのがなんで、ただ多分、ロアエンジングが一緒のなんですけど、センタン一番最後見たのって。あ、スキップ押しましょう、一旦。あ、了解です。とりあえずどうする？ボタン押してまた競技時間押そうか。そうですね、そうですね、ちょっと2人やられてるから、はい、お願いします。はい、ミュートします。ミュートします。ミュートします。ミュートしますじゃないんだよ、頑張るんだよ、お前が。お疲れ様です。なんでそんな喜んでるんですか。いや、全然喜んでないっすよ。なんで死んでるんですよ。死にたかったんですか。いや、死にたくないっすよ。もう僕もいきなりやれると思わなかった。アフラオとセンちゃんが、こんなところで。容赦ねえな。いや、容赦ないっすね、このダブルキル。あとは、頑張れ、黒川クロム。お前がキーマンだ。頑張れ。はい、ナイスでーす。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、リアクター来てない人がセンターなんじゃないかなと思って殺したのはね。私もそう思います。いや、リアクターで見てます。センターはセンターさんに来ました。いました。ロアエンジンに行ったのを見てます。え、ロアエンジン、リアクター終わった後にロアに行ったはず、センターさんは。なるほど。ロアエンジン、私とアックン一緒に行ってストレージにのところで普通に行ったけど。あれ、待って待って、じゃあ間違いかも。おやおや怪しいな、それ。ちなみに、でも聞いてください、聞いてください。リアクターに一番最初に着いたのが黒川で、その次に砂亀さんが着きました。砂亀さんとほぼ同時に藍園も行ってます。そうですね。で、その後リアクターから一番最初に出ました、黒川。黒は、ちなみにさ、アッパーエンジン側に行ったのは誰かいる。アッパーは行ってないです。行ってないな。下。あ、じゃあみんな石下ルートに行って、エレクトリカルとかに行った感じ。そうです。エレクトリカルでやってましたね。じゃあアッパーエンジン側でオラフ君を見てないんだったら、アッパーエンジン側にオラフ君が流れてって殺された。あれ、オラフ君さんはそもそもリアクター
いたんでしたか、ごめんなさい、そこら辺ちょっと覚えてなくて、いたらしいです、いたと思う、はい、で、最後が目撃が確かリアクターで、その後がわかんないんですよね。そう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 、で、今の話だとロアエンジンに、お姉ちゃんとアックンで、その後クロムさんが先行ってんのか、で、ロア側多分ほとんど人がいるから、逆に言えばアッパー側とかミッドベイで死んでんじゃないですかね。エレクトリカルに一回行ってから死亡は推定時刻がちょっと、先にセンターが駆け抜けてアドミに行ったら、あれちなみに、センターさんも、あ、そのダメです、センターさんもオラフさんも最終目的はリアクター、リアクター、センターのリアクターにいたんだ、じゃあみんな行った、そう、クラダメ見ました、リアクター、セキュリティでちょっと一緒になりましたね。でも安倍さんだけリアクター来てないんですよね、はい、そうですね、僕ナビゲーションでもそれがね、いや、それちょっと気になるんだよな、あそこで追放しろ、じゃあもう一回僕安倍押します、ボテねえよおめえは、確かに、押させて、そうか、押せえから無理無理、安倍さんも入ってる、あ、1票入ってる、安倍だ安倍だ、え、おかまりさん、なんで、頑張れみんな、なんでよ、いや、一番見えないんだよな、一番色見えないからな、いいですね、感じに頑張ってますね、皆さん。あー、もうなんか緊張で、マジで喉の奥がカラッカラで、ずっとなんか吐きそう。マジっすか、全然緊張してる感じしないんですけど。あ、なんか最初のなんか進行するときもめっちゃ、もう言葉めっちゃ実は詰まってて、ドロロロのところもなんかもう途中で吐きそうになりながら言ってた。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ、安倍くんを処刑しましょうか、いや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 、さすがに短絡的に、じゃあ、一旦、あれ、ちなみに、僕釣りでも、はいはい、あ、ごめんなさい、私、あっくん大魔王さんをちょっと見た記憶があんまなくって、はい、ちょっと私は見ました、リアクター、いいぞ、頑張れ、ストレージで見た、いいぞ、じゃあちょっと順番的にアクン大魔王のルートを言うと、リアクターが鳴った時にリアクター向かって、リアクターからロアエンジンの方へ行って、でエレクトリカル1回行ったんですよ、私もエレクトリカル行った、エレクトリカルで3人ぐらいいたんじゃないかな、そう、何人かいたね、西野もいました、その時リアクターまでは行ったんですかね、アクンさんは、そうですね、リアクターまで、リアクター行って閉じ込められて、ロアエンジン行ってエレクトリカル行って、最後ストレージっていう流れですね、はい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 、でストレージでドアが閉まってて、あっくんが右側に流れてって、でドアが開いて死体があった、じゃあ違うね、なるほど、から多分エレクトリカルに寄ってる人はまあ無理かな、お、うん、いいねいいね、エレクトリカル最後藍園の赤羽先輩チグちゃんがいましたね、閉じ込めない3人組は無理だと思う、うん、やっぱです絞れたな、逆にじゃあ安倍玲治さんはどういう動きをしてたんですか、あ、いい質問っすね、リアクターが そこでウェポンで、ウェポンでタスク終わった後に O2 でやってて、はい、でそこで、リアクターが鳴ったんですけど、うん、まあ、O2 でいいかってやってて、うんうん、でそこでなんか誰かとすれ違ったのかな、全員だからね、誰と、確かあのウェポンなんか O2 の方に誰かがなんか来たような感じで、見えたような、見えなかったような感じで、センターかな、それでセンターさんを追いかけて、追いかけてやったと、なるほど、いや、安倍くん、確かに僕が唯一、センターさん、安倍くん、どうだったでしたっけ、サムネ作ってくれてありがとう、はい、いや、ちょっと待って、浮いてるので申し訳ない、それからじゃあペアでお願いします、ペアでも別に、ね、そのためついてきます、そのためついてきます、あ、いけ、いけ、いけ、あー、足りたい、感謝したまえ、感謝したまえ、危なかったね、感謝します、じゃあ戻します、はい、いや、これはまずいぞ、素晴らしい、あー、素晴らしい、素晴らしいあれだったけど、ペアがちょっとね、ペアがやばいですね、オラフさんのオラフくんさんにすごいじわじわ、オラフくんさん、アッくんさんっていうの、オラフくんさん、アッくんさん、アッくんさん、大魔王さん、あ、ゲチ呼ばれたら笑っちゃいそう、気をつけない、あれ、黒か、クロム頑張れ、クロムさん、俺たちの代表頼む、クルメの代表、
買ってくれ、村を、クルを導いてください。あ、死んだ。え、誰アドミン。あ、終わった。クロムさん。あ、お姉ちゃんが。さあ。お姉ちゃん。はい。かな。はい。頑張れ。2、3時間今頑張れ。あ、クロムさん。アドミンの通路側のタスクの前で黒川くんが死んでいました。アドミンやるの好きだな、このインポスター。一応今回、アベレージさんは無理でした。そうですね、あのレッドベイで停電中ちょっと怖かったんでずっと止まってた感じですね。はい、停電直したのって誰ですか。停電直したのは黒川くんという君お姉ちゃんだと思うんですけど、黒川くん、だから結構直近に殺されたと思うんですけど、うんうん、お姉ちゃんが、エレクトリカル一番最初についてて、ストレージにその時いたんで、で直した時に治り終わったなって思った時に黒色が重なってたのが見えたので、この時クロムくんいました。で私、給油しないといけないと思って左側に行きました。多分その時に右側に行ったから別れたんだと思う。で私が給油し、で戻ってきてる時に今ちぐさちゃんかな、ね、はい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 、そうですね。ちょっと一つ気になることがあるんですけど、はい、あれ質問なんですけど、はい、砂さんがなんかそのさっきの投票の流れで一回なんか安倍さんかばったように見えたんですよね。いいぞ。で、はいはいはい、さっきこう2人でこう動いてて、で今こうクロムさんが殺されて、で砂ザメさんがいや安倍さんは今一緒にいたから大丈夫っておっしゃられてたんですけど、逆にその2人ペアで動いているの逆に見た人いませんか。本当にちょっと、いいぞいいぞ。あっくん大魔王さんが初手メドベイに向かっているアベレージと砂ザメを確か見ているはずですけど、覚えてますかね、あっくんさん。いいぞ、頑張れ頑張れ。あっくん、カフェテリアのドア閉まってる状態ですか。カフェテリアドア閉まってたね。ドア閉まって、あっくんさんが左のドアで立ち止まってる後ろに砂ザメアベレージが止まって、でそのまま左に向かってったの、確かあっくんさんが。で、シーズンはこの2人をちょっとライン繋がってるんじゃないかなって言って。素晴らしい。なるほどね。あ、でも全然だったら、アベレージさん以外と誰かがペアになってもいいとは思います。マナちゃんはどこにいた？あ、ボタン押しますね、次。あ、ちょっと、ちょっと、じゃあ押します。アリバイです。じゃあ、アリバイさんと西田さんで。はい。じゃあ、お願いします。はーい。いいぞ、いいぞ。いいっすね。いや、天才西野さん、天才だよ。素晴らしいね。素晴らしすぎる。名推理だったね。昨日初めてインポスターやった人なのにね、すごいと思って。始まる前にね、事前説明でルール説明したところだったけど、いや、チョイスがえぐいんじゃ、サボタージュの。まあ確かにこれはえぐいっすね。確かにこれはえぐい。あんまやらない。あ、よし。ナイス。バグってるな。あ、バグってますね。あ、いけたいけた。オッケー、外しました。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、はい、ボタンナイスです。ナイスです。じゃあさっきなんですけど、はい、そうですね、停電 の、 ちょ、はい、直前と直後で大丈夫ですか。はい。そう、すごいなんか今回めちゃめちゃタイミング悪くて、停電になった時はまだアドミンでちょっとタスクがあったのでそれをやってたんですよ。で、タスクが終わってからまだ停電が治ってなかったので、その後すぐにエレクトリカルに向かいました。はい、停電してました、まだ。で、向かってる途中で停電が治ってそのままエレクトリカルに入って、で、そこにチグちゃんとあともう一人いました。あと赤羽先輩、そうだ、赤羽先輩がいて、で、藍園はそっちにタスクがあると思ったらストレージの上にタスクがあって、で、めちゃめちゃ勘違いしてたんですけど、二人のタスクが終わるの待とうって思ってそこの場で待って、で、それで赤羽先輩と一緒に、ストレージの方に向かって行って、で、藍園はストレージの上のタスクをしてる時に赤羽先輩が、死体発見です。合ってると思う、無理だ、花ちゃんは。うん、ここまで来たらもう色つけた方がいいと思うので、うん、素晴らしい。私も、うん、はい、ってことは、あっくんがバネちゃんのセルフリポートしかなくない？
クロムさんってどこで死んでたんですか？アドミンの通路側の確かに、うん、アドミンの通路側でしょ。で、あの我が輩どういうルート行ったかっていうと、カフェテリアで閉じてた、うん、一番最初なんですけど、そのメッドベイの方行こうとしたんですけど、一体はい、それ見ました。それは、ストレージの方行ってアドミンのタスクやってたんですよ。うんうんうん、でアドミンのタスクの時なんか結構人いたんですけど、そこで言える人います？知らんけど。アドミンいっぱいいたでしょうか。これそろそろでなんか若輩いて、若輩視点で結構ゆきのお姉ちゃん黒目に見てる。いやここつけたじゃん。お姉ちゃん無理じゃない？だっていや100無理なんだけど。私はやっぱ安倍さんと砂鮫さんだと思って。ちょっと指導ミートします。もう一回ボタン押しますか？ボタン押してほしいです。ボタンお願いします。指導ミートでお願いします。業務連絡指導ミートで。あーいいっすね。いいですね。しっかり議論が、初心者に優しい宇宙人狼のはずが、しっかり議論が充実してて、初心者の方が喋ってる気する。なんなら、なんなら死にすぎだ、アドミン。墓場で。やばいな。さあさあさあ。はい。はーい、ありがとうございます。ほら、ほら、ふくんミュートで。ほら、ふくんミュート。はいはい。はい。うん。どうし。えであのね、だからあのエレクトリカルのところに、はいはい、藍園ちゃんとちぐさちゃんと赤羽ちゃんがいたって言ってたじゃん、うん、今ね、スナザメさんとアベレージ君のその、うん、あのラインを、はい、信じるのであればメッドベイに行ったっていうのをしでやってないっていうのを信じるのであれば、もうあっくんかバネちゃんのセリフレポートしか2択しかないの分かる。うんうんうん。あー、いやでもストレージまで一緒にいたのにセリフするかなっていう。あ、そうか。じゃあ赤羽先輩は、あと待って、あくんも途中まで雪見お姉ちゃんと一緒だったんじゃないですか？え、その一番最初のどこだっけ、と先端さんがやられた時、先端くん、先端がやられた時はストレージで最初いたんだけど、でお姉ちゃんの方が先ストレージ行ってんだよ。え、いや違うよ、お姉ちゃんの方が後だよ。だってあくん上の方ストレージの上のタスクしてたじゃん、私給油してたから。うーん、あれ逆だったかな。給油は上のタスクをやったんだけど、ストレージ先入ってたのはお姉ちゃん。エレクトリカル寄ったのは多分私とあくんで一緒だから、あれそこまでエレクトリカルに死体はないんでしたっけ？それはありえない。ないです。エレクトリカルは見なかった、見なかった。だったらレポートが入ってたから。それは知らないんです。いや多分アッパーエンジン側だろうっていう。死体は見てないで。でも行ってないって感じ。でも多分あの西園なんですけど、あの仁王に多分残ってると思うので、はいはい、あの仁王にはでもうすぐボタンのあれの権限もなくなると思うんで、そうです、ね、私はどうにかこうにかここで釣りたいなって気持ちがあるんですけど。うん、いいよ。あ、じゃあそれだったら西園さん、はい、その僕と砂鮫さんのラインが怪しいんだったら、うん、その砂鮫さんと西園さんのペア書いて僕と組めばいいんじゃないですかね。2人は嫌だな、3人とかが怖い。あ、うん、あ、アベレージさんの、じゃあ藍園さんと西園さんの二郎はね、それはいいと思う。うん、アベレージさんいいと思う。けい頑張れあ、ごめんなさい。あー、ダメか。よく分かってなかった。ごめんなさい。もう一回見かします。はーい。いやー、初心者に優しいとは。惜しい。3キル。いけちゃうかな。チグちゃん次第だな、あとは。頑張れ、もう一回やっても追放したい。ハクンさんの動きなんか黒く見えるな。かわいい。いやー、かわいいっす、ハクンさん。今ナチュラルにみんなのこと確認していったのにタイミング悪かったな、ハクンさん。今悪いな、ハクンさんの。怪しく見られてそう。めちゃめちゃ怪しいのな、今。ダメだな、絶対怪しまれてる。かわいそう。どんな動きしてたの？ボタン押したい。出なかったな。なんかリアクターの左に行ったのに右に戻ったんですよ。それをみんなにすれ違っちゃったんですよ、一斉に。あ、絶対黒く見られると思って。めっちゃみんな固まって。
はや、うわうまい、見ちゃえ、見ちゃえ、なんか、あー、ナイス、おー、ナイス。はい、はい、なんと、いや、これ、嘘、わかんない、ね、あ、とりあえず、はい、はい、はい、ごめんなさい、今回、僕と藍園さんはなしです、うん、はい、あと、ゆきのお姉ちゃんもないかな。そうですね、ぴったりくっついてたので、私も途中まで阿部さんと一緒にいました。いましたね、そうですね、前半、メトベイまで一緒にいましたね、はい、どこですか、はい、じゃあ、コミュ、コミュサボを直しに行ったら、そのコミュニケーションの前、うん、前、タスクの前でよく見に行った、えらい。で、チグちゃんと直前にすれ違ってます。多分直ったの気づいてない、向こうから来るチグちゃんとすれ違ってます。え、じゃあ、いや違う、私が本当にやってない。うん、みんなそう言うなよ。いや、本当にやってないです。本当にやってないです。多分、二郎残っているので、あの、本当に私釣らない方がいいです。あの、死にます、この村が。頑張れ、他に。え、でも私は途中まで阿部さんたちと一緒にいました。し、いたけど、うん、はい、でも離れたから、なかったから。そう、それは確定はできなくて。そうそう、今の情報だとなんか、最初はついてって、で、それで白出ししてもらえるためなのかなっていう。あ、じゃあお姉ちゃんと。でもセンターを殺したのは、でも無理なのよね、チグちゃん。お、いいよ。私一緒にエレクトリからいたんだよね、うんうん、いいよ。そう、それは無理で、だから、はい、バネちゃんのセルフリポートかなって思ってるんだけど。それ疑っちゃうか。2回連続、そう私はよく、ちょうどチグちゃんが容疑者になっちゃってるのか。いや、ちょっと待ってよ、砂亀さんの位置を払うんだ。で、クロムくんの殺害に関して、でもなんかその横先輩、私、藍園さんは結構、うんうん、最初の段階一緒にいたので、私は本当にこの3人を新目で見てるので、で、雪見お姉ちゃんも最初のその議論の時の、うん、あの発言がすごい白目なので、うんうん、もう本当にここまで来たら阿部さんと砂亀さんかなって私は思います。そう、私の意見も、いや、でも、まあ、結構そこに議論残ってるからその意見釣らない、まあでも阿部くんは釣る。私は阿部さんに入れます。だったら僕、チグさんだな。あー、割れたな。いや、いい試合だな。でも多分二郎の残ってる。私、いや、誰か押してる人押してね。ボタン残ってないです。はい、了解です。あー、待って、待って、アイニョか。はい。ひぃー、頑張れ、いい試合だ、初戦から。頑張れ。あー、えぐい。えぐい。この隙満々の。いや、バネキ次第だ。ここは、バネキが。バネキが、頑張って直せ。直すんだ。頑張れ。えぐすぎる。えぐ、その体勢が。えぐすぎる。直すんだ。やばい。お、うぅ。いやー。押せた。はーい。ナイスー。ナイスー。おかしなことやってるけど。どうする？ミートでお願いします。死んでる自覚がある人はミートでお願いします。あれ？あ、減ったのか。あ？これ死んだ瞬間に押してるんじゃないですかね、もしかして。そうですね。これね、そうだね。今、バネちゃんと私で直してました。ナイスだな、でもこれ。あ、そのまま直しに行ってます。じゃあ、砂亀くんと阿部くんをとりあえず釣ろうや。なんかずっと釣れてなくて、とりあえず阿部くん釣ろう。あの、女子3人で阿部くん釣ろう。僕やりました。え？僕やりました。殺しました。え？あ、だよね。はい。美味しかったです。誰と誰を殺した？これはもう阿部3人じゃないの？はい、殺しました。誰と誰を殺した？誰が？皆さん頑張ってください。全員殺しました、僕が。怖っ。相棒だね。サイコパス。え？全員殺しました。全員殺せるよ、どう考えても。どういうあれだ。もう全員ボタン押してるね。皆さんお困りのようですね。おや、皆さんお困りのようですね。え、でもこれ砂亀さんだよね。でも私は消去法的な。いや、ちょっと待って。サメさん、サメに気になるの？阿部さんは確定でいいんですけど、はい、私阿部さんのペアの時にメッドベイにいたんですよね。なので、うん、あの時に相方がいたはずなんですよ、私目線だと。で、今日はもう阿部さん釣りましょう、もう絶対確定なんで。はい、もうちょっとね、阿部くん釣ろうね。なのでどっちかというと、私あの日に停電が起こって、私メドベインにずっと立ち止まったんですよね、阿部レイジさんと。だから正直その時の、確か黒川さんが殺された日かな、確かあの日、あの日の状況が私目線だと全然分かってないんですよね。
どちらかというと、あの日アベレージさんは絶対殺してないので、今かばってるんだアベレージさんが、はいはいはい、あの時の黒川さんを殺した人、うん、それはちょっと、私目線だと全然わかんないですよ、メドベイにポツンって一人でいたんで。え、今ちぐさちゃん殺したのは阿部くんが殺したのは、はい、もうアベレージさんじゃないですか、うん、見てないってこと。なので、あともう一人のどこにいたの、黒川さんのキルの時をちょっと思い、さよならミュートでお願いします。生存者の方はミュートでお願いします。ごめんなさい、あの本当困惑しちゃってミュート遅くなって申し訳ございません。いやもうちぐささんもう世界にいてよかった、今今めっちゃかっこよかった。え、本当ですか。いやーマジで天才だって。身を挺して、いやーマジでありがとうございます。俺感動した今。いや初めてだったんです、あんなことあるんだと思って。ダイイングメッセージ、ダイイングメッセージ受け取ってください、ジョースターさん。ちぐささんでも、あれボタンを押して死んだことによってめちゃめちゃたどり着きやすくなったんで逆に良かったですよね、うん、いやもうめっちゃかっこよかった。ナイス、よくありがとうございます。これありがとうございます。タスクね、我が家の声聞こえます、聞こえる、あ聞こえます、聞こえます。タスクやってない人タスクね、やってます。なんかさっきからみんなの声が聞こえなくてちょっとアタフタしてた。本当にやってるので安心してください。はい、これ残り4ですよね。そうっすね、ただボタン押せる人が多分結構少なくなってると思うので、多分もういないですね、ボタン押せる人ですよね。だからもうちょっと危ういですね。タスクかキルが、うわすげえ、ペットが転がってる、いっぱい、本当だ、はい、アドミンが頭にすごいことになってる。オッケー、タスクあと1個だ、あと1個、もうタスクはもう大分終わってるんで、はい、これ誰だ。いや、これはもう、いや、いいぞ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 。でもここね、どうなるんだろうな、容疑者が絞れてても、やられちゃったらもう終わり、ボタンがないから2人だね、生きるでしょ、2人同数以下だから頑張れみんな、頑張れ。あくんは誰が怪しい。なんか自分目線だったらずっとお姉ちゃんが怪しかったんだけど。あーなるほど。みんなで幽霊、みんなでみんなで大なんか強烈が出てる。うわやったぜー、やっぱり、うわー頑張れ、これはみんなで協力して勝つんだ。いやもう最初からすごいドラマが生まれてていいっすね。ねえ、ほんと初戦から熱い、熱い、めっちゃ熱い。ちぐささん動画化した方がいいと思う。マジちぐささんが活躍しすぎてる今回。いやいやいや全然、ありがとうございます。してよかった本当に。まあ誰にやられたとかまで言わない方が面白いね。そうこれね、じゃあ最初なので、ネタバレなしで、はい、クロムさんがどこでやられたとかも言わない方がいいですかね。まあ後で、まあ、終わってから、はい、楽しみにしておきます、はい、そうだね、そうだね、全部みんな答えが出てからでも、ね、遅くないコメント欄の皆さんもね、そう考えてるので、おー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 、どうなる、行くのか、頑張れみんな、頑張れ、インポスターももう頑張れ、これやばかったな、タスクでどうにかいけないかな。あ、すごいさ、みんな賑やかね、これね、幽霊もですね、わいやいわいやい、ヤッホーヤッホーいやー、さあどうなるか、さあどうなるか、どうなんだろう。いや難しいなこれ、これ難しいよ、いや難しいっすよね、どうすんだこれもう。あ、それは、あ、これは、うわ、阿部さん、これはずっとミュート、ミュートスピーカー、あ、まあ、あ、本当だ、任せてるんで、あ、でもあれじゃない、なんか僕と考えてるのと、あとこれもう幽霊がこれ全部タスク終わってんのかな。私も終わりましたよ、俺は、我輩も終わりなんだよね、我輩も終わりました。じゃあ多分あとはもう生身の人たち、あ、これは負けたな。なんでわかるんですか、すごい、多分右側に死体があるはず。いや、見て、みんないる、見て、いる、いるいる、大丈夫、ちゃんと4人いる、あ、いる、よかった、よしよしよし、これは熱い、またナイス、熱いぞ、あ、もう固まっているってこと、固まってるから多分残された人もやるにやれないみたいな、今死んだと思ったけどな、いや、アイゾさんがいや、ちょっと、あ、でもゾノさんちょっと離れてる、あ、いやでもこれやばいかもしんないね、これでも、いやでもどうなる、ここでや、どうなんだろう、おお、あれ
ッケー。放置して終わり、放置しても終わりなのかな。まだいけるのかな。おどうするんだ。どうするどうなる。結構みんなバラバラになったな。あーやばいかもね、このバラバラ具合は。ちょっとバラバラしてる。これこれ、あーこれあれだな。あー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 あ、でもちょっとやめてください。あー、惜しい。なになになに、違う、これまずい、終わったら。いや違う、なんかちょっと横島な考えが失礼いたしました。なんでもないです。何ですか、横島な考えって。いや、なんでもないです。ちょっと反応してもらいますので、なんですか、エロ大臣、やめてください。エロ大魔王。エロ大魔王、なんだ、そういうことなの。そう、違う。え、これ、やられました。これは、ボケそうだよね。あの民で、死んでるね。え、嘘、誰が死んだんだ。あ、ゆきみお姉ちゃん。あらららら、あああああああ、やっぱそこだったのか。イエーイ、惜しい、惜しいね。そこだったのか。素晴らしい。いやー、ありがとうございます。アメレイジさん、マジ素晴らしい。いや、今のはボタン誰もなかった。なかった、なかった、なかった。ボタンが消費されたんで。そうなんです。めちゃくちゃ消費されたから。アメくん釣るタイミングが遅い、遅かった。絶対もっと早く釣れたのに。めちゃくちゃ議論誘導しました。だからずっとずっとつろつろって言ってたの。そう、だから僕の中ですごい西園さんと君お姉ちゃんが怖かったんですけど、あの須田さみさんがそううまく変更してくれて、ぴったり当たってたね。ずっとね、鋭かった。本当にめちゃめちゃかばってた。めちゃくちゃかばってますね。かばったな。気づくのも早かったし、名推理だったね。めちゃくちゃ難しかった。難しい。喋る時間全然なくて、西園さんの推理もきつかった。あれもいや、困った。あれ本当にいやいやいや、ぴったりでした。逃れ方が素晴らしい方です。本当素晴らしいです。まんまです。いや全然、ありがとうございます。ダイイングメッセージのね、ボタン押しも、あれ本当に初めてだったから面白かった。いやー、そこもね、背中から刺されながらボタンを押す光景が、いや、めっちゃいい。絶対あそこでその砂爪くんが殺してないのを見てないはずないのよ、ちぐさちゃんを。でそれに言及しない時点でおかしかったんだけど、ね、だからもうもっと前に阿部くんを殺せてたらもうちょっといけたんだよな。だからあの日なんかその阿部礼二さんは、が殺したのを見たんですか見たんですかって時に、早く時間割れ、早く時間割れ。絶対見てない、見てるのにおかしいと思って。怖かった。時間さえ割ればもう誰もボタン押せないはずなんでみたいな感じで。タスクがタスクが終わってなかったね。タスクが、あのみんな、あのタスク残った人ってどのくらいいました。愛情残ってました。あー、惜しかったですね。いや、惜しかったですね。惜しい惜しい。いや、面白かった。どっちが勝ってもおかしくなかった試合でしたね。そうですよね。いやー、いい試合でした。いい試合でした。マナちゃん、ジジかな。ボタンが残ってたら今、辛かったな。ちなみに、ボタン残ったら終わってたな。まあ、これは、めっちゃ押されてたもんね。これね、砂溜さんが上手かったんですけど、最後、藍園さんがカフェテリアからストレージ行ったじゃないですか。うんうん、実はあの真横のアドミンの中で、アドミンでお姉ちゃん叫んでたからね。いやー、死んでましたね。叫られてたんだ。ここにあるのか分からなかった。いやー、みんなでバラバラだった。あれはキルが上手かった。アドミンで人数探そうと思って、その瞬間殺されましたね。それ最後砂鳥さん見たの普通に喜んじゃってたんだけど、あ、やっと見られた砂鳥さんとか言ってめっちゃ喜んでたら、ザシュッザシュッザシュッと最後叫んでるバネちゃんが思い浮かぶですね。最後もう集団登校、集団下校だったから、なかなかきついって4人で。ですね。すごい固まってたね。そう、固まってたね。あれもね、固まったまったこと。上手だった。あれ、これ誰かの声、ビュートダブルキルがマジで良かった。いや、良かったですね、最初の。大丈夫。あ、ミュート大丈夫ですか。あくん大丈夫ですか。あと一人誰が聞こえていないんですかね。聞こえますよ。聞こえますか。誰か持ってない人いる。そうなんです、誰か一人だけいなくて。ずっと誰かの声、センターの声なんだこれ。僕の声ブロックされてるこれ。センターの声さっきから聞こえない。あ、ブロックされてる。出て入ってみたら。出て入ってみたら。うん、親出ちゃったんだこれ。あれ、あくん通話でしょ。通話切って入ったら。あいうよ、あいうよ。もしもーす。あいうよ。あい、聞こえまーす。あ、聞こえた、聞こえた、聞こえた。よかった、よかった。よかった、なんか、はぬきの会話が聞こえるような気がして、違和感に気づけなかったぜ。
西園さんはあれボタン押せたんですね。いや本当にそうです。砂染さんもねキルしてくれてて、僕下から来る人やろうかなと思ったんですけど、あですですです、こうしようと思ったんですよ。私が西園さん、西園さんが褒めてくれる。西園さん今日すごかったですね。すごかったね。いやまだまだ1戦目なので、うん、刺されながらボタンを押したし、刺されながら刺のボタンを押した。いや次勝ちますよ。ドラマがねすごいあった。あの会議時間120秒だ。あそうね、会議あと喋ること全然ジュアにもいるとたあれですよね、喋ることだね、誰がどこにいるか話するだけでも難しいね。ですよね。藍園さん、あれ、なんだっけ、はい、シールドから右方向行ったとき、砂鍋さんが実はずっと追いかけてたんですけど。怖い。あれ、あれ、神回避でしたね、めっちゃ。怖っ。いや、いい、すごい回避でしたね。うん、あれ、すごい。下で待機してたから、藍園さん上行ったから。そうそうそう。あれは、ナイスでしたね。ストーカーで、弁当の、あれ、弁当の下に潜んでたときでした。弁当に潜んでたの？怖っ、怖っ、怖っ。なんかの時に、雪見お姉ちゃんさんを、殺すときにはベントに潜んでましたね。ああ、それシールドのあたりも。言い方、言い方、言い方ちょっと。言い方。ハイリーワイズみたいなことしてる。ハイジョージ。まあでもそれぞれね、バネキもコミュニケーションを見つけてなかったらそのまま多分終わってただろうから、あれもナイス発見だったし。あれもめっちゃ良かった。確かに。ドラマが上から見ててめっちゃドラマが。面白かった。楽しかった。楽しかったですね。なんかアドミンの人ばっかキルしちゃうな、自分の癖で。最初はね、しかもアドミンの通路っていう、あれ最初一応ダブルキルですね。最初すっごい同じ場所で死んでます。すごいペットが取り残されてた。そうなんだ。最初あのベントからアドミンひょこって出て、オラフ君が死んだ。オラフさんをキルしたら、それを先端さんに目撃されて、それをアベレージさんがキルしたっていう。ギリギリでしたね。邪魔されてる。あとアベレージさんが初日ボタン押したじゃないですか。確か。うん、押したね。で、あの時確かそのアックンさんがメドベイでタスクやってたんですよ。で、あ、メドベイに一人にいるから。ベントからひょこって出て近づいた瞬間にボタンが鳴ったんで、危ない。いやごめんなさい、それは。あ、いや大丈夫です大丈夫です。アベレージさんがもしボタンを押すのがあと1秒遅れたら、もしかしたらアキ君さんに目撃されたかもしれない。すごい絶妙な試合だったんだ。絶妙な、何にも何にも気づかなかった。いやアベレージさんのサボタージュがすごい的確でしたね。いや素晴らしい。いやというかなんか我が輩目線ずっとお姉ちゃんが怪しい怪しいってなってる。いやいや全然今お姉ちゃん全然怪しい。多分お互い疑い当てたから、まあ仕方ないと思いますよそこは。